今回は東近江小さな旅市2019秋についてご紹介します。東近江市は鈴鹿の山から琵琶湖まで広大な自然、奥深い歴史、文化など魅力のある地域資源がたくさんあり、市内には観光資源が点在しています。東近江小さな旅市2019秋は市内のこのような観光資源一つ一つにスポットを当て、ここでしかできない体験、東近江市ならではの体験をして、東近江市の魅力を市内はもちろん市外の皆様に味わっていただくイベントです。今回は10月12日から11月30日までの期間、市内各所で32のプログラムを体験していただくことができます。体験メニューとしては食べる、遊ぶ、学ぶ、作るの4つに分かれています。食べる体験では秘伝の出汁の取り方やオリジナルスパイス作りがあります。遊ぶ体験では気球に乗って大空から市内を見渡す体験や森で遊んだりすることができます。また学ぶ体験ではお寺で写経をしたりガリ版体験をしながら歴史を学ぶこともできます。さらに作る体験では窯元での陶芸作品を作ることができたり、畳のヘリを使ったバッグ作りの体験もあります。イベントの参加の申し込みはパンフレットの QR コードを読み込んでいただくか、インターネットで東近江小さな旅市2019秋と検索してください。たくさんのご参加お待ちしております。